こんにちは、ニュージーランド在住のセイです。さて、最近オークランドでは電動スクーターのシェアリングサービス、そういったものが注目を集めています。スクーターというと日本ではあの原付をイメージしますが、ニュージーランドではスクーターというと日本でいうところのキックボードとかキックスケーター、ああいった乗り物のことを指すんですね。そしてこれにバッテリーと電気モーターをつけてアクセル一つで進んでいってくれるようになった乗り物、それが電動スクーターというわけですね。結構ワクワクしますね、こういった乗り物。そしてそういった乗り物のことを e スクーターなんて呼ばれてるんですが、その e スクーターのシェアリングサービス、こういったものが今オークランドでどんどん普及しています。ちなみにクライストチャーチでも同じサービスが展開されているそうですね。そしてオークランドシティに住んでる友達の話では、10月の中頃から一気に台数が増えたそうなんですね。なのでこれまで借りたい時になかなか空いてるスクーターがなくてちょっと不便だなって思ってたのが、最近はもう借りたい時にもうその辺にあるからポッと借りれると、それでかなり便利になったというので、今回私もそのサービスを試してみたいと思います。単純に便利かどうかだけでなく、こういった乗り物が好きなので今から結構楽しみにしています。ではこのまま向かっていきます。ということで今オークランドシティに到着しました。私が今いるエリアはビンヤードクォーターというところで、オークランドシティ中心部からだいたい歩いて5分10分といったところですね。この辺にはおしゃれなオフィスビルとか、あとはレストラン、カフェ、バーといったものが並んでいて、綺麗な公園もあるんですね。そして結構スペースも広く取られているエリアなので、電動スクーターの練習にはここがちょうどいいと思うので、この辺でスクーターを探して乗ってみたいと思います。では行ってみましょう。あらかじめインストールしておいたライムというアプリを起動します。そうするとこういう具合に現在地が表示されますね。そしてちょっと時間がかかるんですが、少し待っていると私の周辺にある電動スクーターの位置が表示されるようになります。ちなみにですね、このスクーターが借りられるエリアはこんな具合に緑の線で囲まれた範囲ですね。この中のどこでも借りれるようになっています。そしてちょっと拡大してみると、こんな風にあちこちスクーターが表示されて、そこに何台あるという風に出ますね。そして今の現在地を押してみると、こんな具合に周囲にいろいろと表示されます。このエリアだけでも結構ありますね。そしてこれの面白いところが、あちこち配置されているスクーターのバッテリーの残量も記されているんですね。これで自分が乗りたい距離に応じてそのバッテリーの残量からそのまま乗っていけるかどうかが分かりますね。では早速近くにあるスクーターを探しに行ってみましょう。今地図に従ってきたら、どっかの会社の私有地の中にあるというふうに表示されていて、これ以上中に進めない状態です。他の利用者の人から以前聞いたことあるんですが、結構みんな出勤で使った後また家に帰る時もすぐに乗れるようにと会社の敷地内に勝手に置いといて他の人に使えないようにしてしまう人がいるそうなんですが、これもまさしくその状態ですね。今回は諦めて他の場所に探しに行ってみます。こちらの方に1台見つけました。早速これを借りてみたいと思います。
ではまずこのアプリのスキャントゥーライドというボタンをタップして、ここにある QR コードを読めばアンロックされますね。今アンロックされました。乗り方は右ハンドルのところについてるスロットルで加速して、左ハンドルについているレバーがブレーキですね。そしてこのボードの下のところにスタンドがついているので、乗るときにはこのスタンドを上げて、こうやって片足を乗せてから動き出すんですが、まだこの状態ではアクセルを踏み押しても加速しません。一度足で蹴ってからアクセルを押すと動くようになります。では実際にやってみましょう。今一通り乗ってきたので、この e スクーターを返却したいと思います。またアプリを開いてロックというボタンをタップすると、エンドライドという項目が出てくるので、このボタンをタップします。そうするとカメラが起動するので、これでこの e スクーターの写真を撮っておけば、次借りる人が見つけやすくなるそうです。これでレンタル完了ですね。最後に走行した距離と時間、それからどれぐらいの CO2 を節約できたか、そういったものが表示されて終わりとなります。あと別の画面でかかった料金も確認することができます。
ということで、e スクーターの試し乗りを終えました。乗ってみた感想としては、やっぱりタイヤがちっちゃいので、慣れないうちはかなりハンドルがフラフラして、ちょっとおっかなびっくりという感じになりました。他にも歩道は結構段差が多いところもあるので、そういうところは結構ガタ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 って車体が揺れて、ハンドルをしっかり握ってないとちょっと不安になるような乗り心地でしたね。ただ結構周り見てるともうみんな慣れたもんなのか、結構そういうガタガタしたところでもかなりのスピードを出してみんなスイスイ走ってましたね。なので慣れてくれば問題ないということだと思います。そして速度の方は最高で24キロまで出るそうです。自転車をシャカシャカと結構速く漕いでるようなスピードですよね。とはいえやはりタイヤが小さいこともあって安定性は悪いので、スピードは出しすぎないように、他の歩行者にもぶつからないように気をつけて運転する必要がありますね。あと試しにフェリーターミナルの前からビンヤードクォーターの駐車場までずっと乗ってみたんですが、だいたいこの距離は歩くと14、5分はかかる距離なんですね。それが e スクーターなら6分で到着できたので、これはなかなかの時間の短縮になりますね。そして料金の方はスクーターのアンロックに1ドルかかって、そこから1分ごとに30セントずつカウントされていくので合計で 2.8 ドルかかりました。この値段も安いと思うか高いと思うかちょっと微妙なラインなんですが、歩くと結構ある距離を歩かずにしかも早くスイスイと乗っていって、使い終わった後はもうその場にポンと放置していける、この便利さは魅力的だなと思いました。ちなみに支払い方法はクレジットカードであらかじめチャージしておいて、そして使った分が引かれていくという形なんですね。Uberに似た感じでしょうか。アカウントの残高がなくなった場合は自動でチャージされるようにもなっているので、うっかり使いすぎてしまわないように気をつける必要はありますね。では今回の動画は以上で終わりです。いかがでしたでしょうか。今後もニュージーランドから様々な情報を発信していきますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をお願いします。あとこの動画面白かったよという方は SNS で共有してもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。